犯人、太宰治む。僕はあなたを愛しています。とブールミンは言った。心から、あなたを愛しています。マリア・ガブリー・ロブナは、さっと顔をあからめて、いよいよ深くうなだれた。プーシキン、吹雪、なんという平凡。若い男女の恋の会話は、いや、案外音など牛の恋の会話も、旗で聞いては、その陳腐 きざったらしさに全身鳥肌の立つ思いがする。けれども、これは、笑ってばかりも済まされぬ。恐ろしい事件が起こった。同じ会社に勤めている若い男と若い女である。男は26歳、鶴田圭介。同僚は、鶴、鶴、と呼んでいる。女は、21歳、小森秀、同僚は、森ちゃん、と呼んでいる。 すると、森ちゃんとは、付き合っている。晩秋のある日曜日、二人は東京郊外の井の頭公園で相引きをした。午前十時、時刻も悪ければ、場所も悪かった。けれども二人には、金がなかった。茨の奥深くかき分けて行っても、すぐそばを分別顔の子供連れの家族が通る。二人斬りになれない。二人は、お互いに、 二人きりになりたくてたまらないのに、でも、それを相手に見破られるのが恥ずかしいので、空の青さ、もみじの儚さ、美しさ、空気の症状、社会の混沌、正直者は馬鹿を見る、等と,ということを、すべて上の空で語り合い、お弁当は分け合って食べ、歌以外には何も念頭にないというあどけない表情を務めて、晩秋の寒さをこらえ、午後三時には、さすがに男は浮かぬ顔になり、 帰ろうか、という、そうね、と女は言い、それから一言、つまらぬことを口走った。一緒に帰れるお家があったら、幸福ね。帰って、火を起こして、三畳一までも、笑ってはいけない。恋の会話は、必ずこのように陳腐なものだが、しかし、この一言が、若い男の胸を、塚本俺と突き刺した。部屋。 鶴は会社の世田谷の寮にいた。六畳一間に同僚と三人の寄居である。森ちゃんは公園寺のおばの家に寄居。会社から帰ると女中代わりに立ち働く。鶴の姉は三鷹の小さい肉屋にと継いでいる。あそこの家の二階が二軒。鶴はその日、森ちゃんを吉祥寺駅まで送って、森ちゃんには公園寺行きの切符を、 自分は三鷹行きの切符を買い、プラットフォームの混雑に紛れて、そっと森ちゃんの手を握ってから、別れた。部屋を見つける、という意味で手を握ったのである。や、いらっしゃい。店では小僧が一人、肉切り包丁を研いでいる。兄さんは、お出かけです。どこへ寄り合い。また、飲みだな。義兄は大衆飲みである。 家で神妙に働いていることは珍しい。姉さんはいるだろう。ええ、二階でしょう。上がるぜ。姉は今年の春に生まれた女の子に父を含ませ添い寝していた。貸してもいいって、兄さんは言っていたんだよ。そりゃそう言ったかもしれないけど、あの人の一存では決められませんよ。私の方にも都合があります。どんな都合をそんなことは、 お前さんに言う必要はない。パンパンに貸すのかそうでしょう。姉さん、僕は今度結婚するんだぜ。頼むから貸してくれ。お前さんの月給はいくらなの自分一人でも食べていけないくせに。部屋代が今どれくらいか知ってるのかい。そりゃ、女の人にもいくらか助けてもらって。鏡を見たことがある。女に貢がせる顔かね。 そうか、いい、頼まない。立って、二階から降り、諦めきれず、ムラムラと憎しみが燃えてサカーし、店の肉切り包丁を一本手に取って。姉さんがいるそうだ。貸して。と言い捨て階段を駆け上り、いきなり、やった。姉は声も立てずに倒れ、血は紛失して鶴の顔にかかる。部屋の隅にあった子供のおしめで顔を吹き、 荒い呼吸をしながら下の部屋へ行き、店の売り上げを入れてある手文庫から数千円は静かみにしてジャンパーのポケットにねじ込み、店にはその時お客が2、3人固まって入ってきて、小僧は忙しく。お帰りですかそう。兄さんによろしく。外へ出る。黄昏て霧が立ち込め、会社の引け時の混雑。かき分け定期に進む。東京までの切符を買う。 プラットフォームで上りの電車を待っている間の長かったこと。わっ、と叫び出したい発作。おかん、妙意。自分で自分の身の上が信じられなかった。他人の表情が皆、のどかに平和に見えて薄暗いプラットフォームに一人離れて立ち尽くし、ただ荒い呼吸をし続けている。ほんの四五分待っていただけなのだが、 少なくとも30分は待った心地である。電車が来た、混んでいる、乗る。電車の中は人の体温で生暖かく、そうしてひどく速力が鈍い。電車の中で走りたい気持ち。吉祥寺、西荻窪遅い、実に呪い。電車の窓のひび割れたガラスの、そのひびの波状の線の通りに指先をたどらせ。 撫でさすって思わず悲しい思いため息を漏らした。公園寺、折りようか、一瞬ぐらぐらめまいした。森ちゃんに一目会いたくて、全身が熱くなった。姉を殺した記憶も吹っ飛ぶ。今はただ、部屋を借りられなかった失敗の残念だけが、鶴の胸を締め付ける。二人一緒に会社から帰って、火を起こして、笑い合いながら夕食して、 ラジオを聞いて寝る、その部屋が借りられなかった悔しさ。人を殺した恐怖など、その無念の情に比べると、物の数でないのは、恋をしている若者の場合、極めて当然のことなのである。激しく動揺して、一歩、戸口の方に向かって踏み出した時、高円寺発射。すっと扉が閉じられる。ジャンパーのポケットに手を突っ込むと、 おびただしい紙くずが指先に当たる。何だろう。はっと気がつく。金だほのぼのと救われる。よし、遊ぼう。鶴は若い男である。東京駅下車。今年の春、よその会社と野球の試合をして、勝って、その時、上役に連れられて、日本橋の。桜、という町合に行き、スズメという鶴よりも二つ三つ年上の芸者にモテた。 それから、飲食店閉鎖の命令の出る直前に、もう一度、上役のお供で。桜、きスズメに会った。閉鎖になっても、この家へおいでになって私を呼んでくださったら、いつでも会えますわよ。鶴はそれを思い出し、午後7時、日本橋の。桜、の玄関に立ち、落ち着いて彼の会社の名を告げ、ズメに用事がある。 と少し顔を赤くしていい、女中にも誰にも怪しまれず、奥の2階の部屋に通され、早速ドテラに着替えながら、お風呂はと尋ね、どうぞ、と案内せられ、その時。一人者は、辛いよ。ついでにお洗濯だ。とはにかんだ顔をしていって、少し血痕のついているワイシャツとカラーを抱え込み。あら、こちらでいたしますわ。と女中に言われて。 いや、慣れているんです。うまいものです。と極めて自然に断る。結婚はなかなか落ちなかった。洗濯を済まし、髭を剃って、いい男になり、部屋へ帰って、洗濯物は行こうにかけ、他の衣類を丹念に調べて結婚のついていないのを見届け、それからお茶を続けさまに3杯飲み、ごろりと寝転がって目を閉じたが、 寝ておられず、むっくり起き上がったところへ、素人風に装ったスズメがやってきて。おや、しばらく、酒が手にはいらないかね。入りますでしょう。ウイスキーでも、いいの。かまわない。買ってくれ。ジャンパーのポケットから、一つ紙の百円紙幣を取り出して、投げてやる。こんなに、たくさんいらないわよ。いるだけ、取ればいいじゃないか。お預かりいたします。ついでに、 タバコもね。タバコは、軽いのがいい。手巻きは、ごめ面だよ。ズメが部屋から出て行った途端に、停電。真っ暗闇の中で、鶴は、にわかに恐ろしくなった。ひそひそ何か和声が聞こえる。しかし、それは空耳だった。廊下で、忍ぶ足音が聞こえる。しかし、それも空耳であった。鶴は呼吸が苦しく、 体勢上げて泣きたいと思ったが、一滴の涙も出なかった。ただ、胸の鼓動が異様に激しく、足が抜けるようにだるかった。鶴は寝転び、右腕を両目に強く押し当て、泣く真似をした。そうして小声で、森ちゃんごめんよ、と言った。こんばんは、ケイちゃん。鶴の名は、ケイスケである。かの泣くような細い女の声で、そういうのを、 確かに聞き、髪の逆立つ思いで狂ったように跳ね起き、襖を開けて廊下に飛び出た。廊下は、真の闇で、遠くからかすかに電車の音が聞こえた。階段の下が、ほの明るくなり、豆ランプを持ったスズメが現れ、鶴を見て驚き。ま、あなた、何をしていらっしゃる。豆ランプの光で見るスズメの顔は醜かった。森ちゃんが、恋しい。 一人で怖かったんだよ。闇屋さん、闇に驚く。自分があのお金を何か闇商売でもやって儲けたものと、スズメが思い込んでいるらしいのを知って、鶴はちょっと気が軽くなり、はしゃぎたくなった。酒は、女中さんに頼みました。すぐ持ってまいりますって。この頃は、変に、ややこしくって、嫌ねえ。ウイスキー、つまみ物、タバコ。女中は、 ぬすっとのごとく足音を忍ばせて持ち運んできた。お静かに、お飲みになってくださいよ。心得ている。鶴は、大闇氏のように、大善とそう答えて、笑った。その下に破んべきにまさる青き流れ。その上には小金なす火の光。されど、憩いを知らぬ方は、嵐の中にこそ平穏のあるがごとくに、切に京乱度等を飲み求むるなり。 あわれ、嵐に憩いありとや、鶴はいわゆる文学青年ではない、すこぶるのんきなスポーツマンである。けれども恋人の森ちゃんはいつも文学の本を一冊か二冊、ハンドバッグの中に入れて持って歩いて、そうして今朝の井の頭公園の合い引きの時も、レールモントフとかいう、28歳で決闘して倒れたロシアの天才詩人の詩集を鶴に読んで聞かせて、 歌などには、ちっとも何も興味のなかった鶴も、その刺繍の中の歌は、すべて大いに気に入って、ことにも。ほ、という大の若々しく乱暴な歌は、最も彼の現在の恋の心にぴったりと来たのだそうで、彼は森ちゃんに命じて何度も何度も繰り返して朗読させたものである。嵐の中にこそ、平穏。嵐の中にこそ、鶴は、雀を相手に、 豆ランプの光の下でウイスキーを飲み、次第に楽しく酔っていった。午後10時近く、部屋の電灯がパッとついたが、しかし、その時にはもう、電灯の光も、豆ランプのほのかな光さえ、つるには必要でなかった。暁、ドオーン、その気配を見たことのある人は知っているだろう。日の出以前のあのドオーンの気配は、決して爽快なものではない。 驚驚神々の怒りの太鼓の音が聞こえて、朝日の光とまるっきり違う何の光か、粘っこい小豆色の光が木々の小血なま生臭く染める。陰山、賛美の気配に近い。鶴は川屋の窓から秋の銅音の凄さを見て、胸が張り裂けそうになり、亡者のように顔色を失い、ふらふら部屋へ帰り、口を開けて眠りこけている雀の枕元にあぐらをかき、 昨夜のウイスキーの残りを立て続けに煽る。金はまだある。酔いが発してきて、布団に潜り込み、スズメを抱く。寝ながら、またウイスキーを煽る。トロトロと浅く眠る。目が覚める。ニッチもサッチもいかない自分の今の身の上が、嫌にはっきり自覚せられ、額に油汗が湧いて出てきて、もだえ、スズメにさらにウイスキーを一本買わせる。飲む、抱く。 トロトロ眠る。目が覚めると、また飲む。やがて夕方、ウイスキーを一口飲みかけても吐きそうになり、帰る。と、苦しい息の下から一言そう言うのさえやっとで、何か冗談を言おうと思っても、すぐ吐きそうになり、黙ってはうようにして衣服を取りまとめ、スズメに手伝わせて、どうやら身なりを整え、絶えず吐き気と戦いながら、つまずき、よろめき、 日本橋の待合。桜を出た。外は冬近い黄昏。あれから一昼夜。橋の田元の夕刊を買う人の行列の中に入る。三種類の夕刊を買う。片輪から調べる。出ていない。出ていないのが帰って不安であった。記事差し止め。秘密裏に犯人を追跡しているのに違いない。こうしてはおられない。 金のある限りは逃げて、そうして最後は自殺だ。鶴は捕まえられて、そうして肉親の者たち、会社の者たちに、怒られ悲しまれ、気味悪がられ、罵られ、恨みを言われるのが、何としても嫌で恐ろしくてたまらなかった。しかし、疲れている。まだ、新聞には出ていない。鶴は度胸を決めて、会社の世田谷の寮に立ち向かう。 自分の巣で一晩ぐっすり眠りたかった。寮では六畳一間に同僚と三人で寝起きしている。同僚たちは街に遊びに出たらしく留守である。この辺はいわゆる便乗船とかいうものなのか伝統はつく。鶴の机の上にはコップに投げ入れられた銭菊が少し花びらが黒ずんでしなびたまま主人の帰りを待っていた。 黙って布団を引いて、電灯を消して、寝た。が、すぐまた起きて、電灯をつけて、寝て、片手で顔を覆い、小声で、ああ、と言って、やがて、死んだように深く眠る。朝、同僚の一人に揺り起こされた。おい、ズル。どこを、ほっつき歩いていたんだ。三鷹の兄さんから、何べんも会社へ電話が来て、我々弱ったぞ。鶴がいたなら、 大至急、三鷹へよこしてくれるようにという電話なんだ。急病人でもできたんじゃないかところがお前は欠勤で、寮にも帰ってきないし、森ちゃんも心当たりがないと言うし、とにかく今日は三鷹へ行ってみろ。ただごとでないような兄さんの口調だったぜ。鶴は、そう気立つ思いである。ただ、恋とだけ言ったのか。他には、何も。 すでに羽を着てズボンを履いている。うん、何でも休養らしい。すぐ行ってきた方がいい。行ってくる。何が何だか、するには訳がわからなくなってきた。自分の身の上が、まだ、世間と繋がることができるのか。一瞬、夢見るような気持ちになったが、慌ててそれを否定した。自分は人類の敵だ。殺人鬼である。 すでに人間ではないのである。世間の者どもは全部、力を集中してこの鬼一匹を追い回しているのだ。もはや、それこそくもの巣のように、自分を捕まえる網が行く先、行く先に張り巡らされているのかもしれぬ。しかし、自分にはまだ金がある。金さえあれば、束の間でも恐怖を忘れて遊ぶことができる。逃げられるところまでは、逃げてみたい。 どうにもならなくなった時には自殺。鶴は洗面所で歯を強く磨き、歯ブラシを口に含んだまま食堂に行き、食卓に置かれてある数種類の新聞の裏表を殺気だった目つきをして調べる。出ていない。どの新聞も鶴のことについてはひっそり沈黙している。この不安。スパイが無言で自分の背後に立っているような不安。 ひたひたと目に見えぬ洪水が闇の底を張って押し寄せてきているような不安。今に、ドカンと致命的な爆発が起こりそうな不安。鶴は洗面所でうがいして、顔も洗わず部屋へ帰って押し入れを開け、自分の氷の中から、夏服、シャツ、銘線の合わせ、エコビ、毛布、運動靴。 スルメさんは銀的、アルバム、売却できそうな品物を片輪から取り出して、リュックに詰め、機上の目覚まし時計までジャンパーのポケットに入れて、朝食も取らず。三鷹へ行ってくる。と、かすれた声でつぶやくように言い、リュックを背負っておろうろ量を出る。まず、井の頭線で渋谷に出る。渋谷で品物を全部叩き売る。リュックまで売り捨てる。 五千円以上のお金が入った。渋谷から地下鉄、新橋下車。銀座の方に歩きかけて、やめて、川の近くのバラックの薬局から眠り薬ブロバリン、200錠入りを一箱買い求め、新橋駅に引き返し、大阪行きの切符と急行券を入手した。大阪へ行ってどうするというあてもないのだが、汽車に乗ったら、少しは不安も消えるような気がしたのであった。 それに、鶴はこれまで一度も関西に行ったことがない。この世の名残に、関西で遊ぶのも悪くなかろう。関西の女は、言い,いそうだ。自分には、金があるのだ。一万円近くある。駅の付近のマーケットから食料品をどっさり仕入れ、昼少し過ぎ、汽車に乗る。急行列車は案外に空いていて、鶴は楽に座席に腰掛けられた。 汽車は走る。鶴は、ふと、死を作ってみたいと思った。無趣味な鶴にとって、それはきっかいと言ってもよいほど、いかにも唐突極まる衝動であった。確かに生まれて初めて味を本当に変な誘惑であった。人間は死期が近づくにつれて、どんなに俗な野暮天でも、奇妙に、死というものに心を惹かれてくるものらしい。 自生の歌とか俳句とかいうものを、氷菓子でも大臣でも、とかく読みたがるようではないか。鶴は、浮かぬ顔して、首を振り、胸のポケットから手帳を取り出し、鉛筆をなめた。うまくできたら、森ちゃんに送ろう。片身である。鶴は、ゆっくり手帳に書く。我に、ブロバリン、200錠あり。飲めば、死ぬ、命。それだけ書いて、 もう詰まってしまった。あと、何も書くことがない。読み返してみても一向に、つまらない。下手である。鶴は、苦いものを食べたみたいに、真から不機嫌そうに顔をしかめた。手帳のそのページを破り捨てる。歌は、諦めて、今度は、三鷹の儀形に当てた遺書の作成を試みる。私は死にます。今度は、犬か猫になって生まれてきます。 もうまた、書くことがなくなった。しばらく、手帳のその文面を見つめ、フット窓の方に顔を背け、熟死のような醜い泣きべその顔になる。さて、記者はすでに、静岡県下に入っている。それからの鶴の消息については、鶴の近親の者たちの調査も推測も行き届かず、どうもはっきりは、わからない。5日ほど経った早朝、 鶴は、突如、京都市左京区の某商会に現れ、かつて声優だったとかいう北川という社員に面会を求め、二人で京都の街を歩き、鶴は軽快に古着屋ののれんをくぐり、身に着けていたジャンパー、ワイシャツ、セーター、ズボン、冗談を言いながら全部売り払い、代わりに古着の兵隊服上下を買い、浮いた金で昼から二人で酒を飲み、 それから、大陽気で北川という青年と別れ、自分一人京阪四条駅から大津に向かう。なぜ、大津などに行ったのかは不明である。良いの大津をただふらふら歩き回り、酒もあちこちで、かなり飲んだ様子で、同夜8時頃、大津駅前、秋月旅館の玄関先に泥水の姿で現れる。江戸っ子らしい巻き舌で一夜の宿を求め、 部屋に案内されるや、すぐさま仰向けに寝転がり、両脚を激しくバタバタさせ、番頭の持っていった宿帳には、それでもちゃんと正しく住所生命を記し、酔いざめの水を頼み、やたらと飲んで、それから、その水でブロバリン200錠を一気にやった模様である。鶴の死骸の枕元には、数種類の新聞と五十銭紙幣2枚と実銭紙幣1枚、それだけ散らばってあったきりで、 他には所持品、皆無であったそうである。鶴の殺人は、とうとう、どの新聞にも出なかったけれども、鶴の自殺は関西の新聞の片隅に小さく出た。京都の某商会に勤めている北川という青年は驚き、大津に急行する。宿の者とも相談し、とにかく鶴の東京の寮に打電する。寮から、 人が、三鷹の義兄のもとにはせつける。姉の左腕の傷はまだ糸が抜けず、左腕を白布で首に吊っている。義兄は、相変わらず酔っていて、表沙汰にしたくねえので、今日まであちこち心当たりを探していたのが、悪かった。姉はただもう涙を流し、若い者のアホらしい色恋も、馬鹿にならぬと思い知る。定本。太宰治む全集級。 ちくま文庫、ちくま書房。1989, 平成元、年5月30日第1ずり発行。1998, 平成10、年6月15日第5ずり発行。定本の親本、ちくま全集類呪番太宰治全集、ちくま書房。1975, 昭和50、年6月から1976。 昭和51年6月。入力、柴田拓司。厚生、加藤香織。2000年1月23日公開。2004年3月4日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a 空 z o r a g r j p スラッシュで作られました。 入力、構成、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。